阪神、後半戦の起爆剤。阪神の高寺望む内野手がファンの注目を集めている。4年目の21歳はここまでウエスタンリーグで最多の71安打を放っており、ファンからは昇格希望といった待望論が起こっている。2020年ドラフトで7位指名で上田西高から入団した高寺は卓越したバットコントロールを武器に1年目から期待の存在とされていた。2022年には DeNA とのクライマックスシリーズで球団の10代野手として初の CS スタメンを果たすなど期待の逸材だ。1軍では同年に8試合に出場しただけだが、今季は2軍で77試合に出場、260打数71安打で打率2割7分3厘を残し、71安打はウエスタンリーグでトップの数字となっている。阪神は首位に 3.5 ゲーム差の4位で前半戦を折り返した。内野はどこでもこなせるユーティリティプレイヤーで、ファンからは後半戦の起爆剤になる、上げて使ってみたらええやんなどと1軍昇格を待ち望む声が相次いでいる。さすがに前半戦を終えて、岡田監督もこのままでは優勝は難しいと感じているはず。何かしらの動きがあるのではと思う。今のままでは上がり目が乏しく、高寺をはじめとする若手を抜擢するには良いタイミングだとは思う。2軍で打率2割7分3厘しか打ってない奴は、1軍で打てるわけないだろう。みんな期待しすぎ。1軍の頻打は頭を抱えるんだけど、名前を挙げるならせめて2軍で3割をクリアしてる人にしよう。岡田監督、上げてくれたらいいけど、多分上げないような気がしますね。基本的に新しい選手は、使うまでになかなか時間がかかる監督やから。高寺さん、遠藤さんはそろそろ1軍でも、使ってあげたらと思いますね。塩漬けでは気の毒ですよ。普通の監督なら、このあたりの選手は折を見て使うものだが、岡田監督では無理ですね。高卒4年目で頭角を現す、理想的です。丸3年かけて体を作り、技術を磨いて、大卒同学年より1年早く、現場に出る。最高、期待しかありません。能力が頭打ちしてる、木波に変えるのはありやな。まあ、岡田が監督である限り、可能性ゼロだが。高寺は、ショートで一番期待している選手。ライバルより打撃はずば抜けている。あとは1軍での経験。こういった選手には、どんどんチャンスを与えてほしいですね。